木下新木下新2月8日から1959年6月27日は日本の内務官僚政治家県政会経験知事台湾総督府総務長官衆議院議員長野県上稲郡中美濃和村に木下彦志郎の4男として生まれる第一高等学校を経て1909年7月 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。1911年11月、文官高等試験行政科試験に合格し、内務省に入省、長野県属となる。以後、熊本県加本郡長、道上間式郡長、長野県小さ型郡長、道県理事官、秋田県警察部長、北海道庁宅職部長、警視庁刑事部長、道刑務部長などを歴任。 1924年6月、鳥取県知事に就任。同年10月、台湾総督府に転じ、内務局長兼土木局長となる。さらに、交通局総長を務め、1928年7月、台中府警事件により面会となる。1929年11月、愛媛県知事に就任。長崎県知事を経て、1931年4月、再び、 台湾総督府に展示総務長官に就任した。1932年2月、犬会内閣により給職とされ理大した。1936年2月の第19回衆議院議員総選挙で長野県第3区に立憲民政党から立候補し当選。1937年4月の第20回総選挙で落選したが、 1942年4月の第21回総選挙で帰り咲き、衆議院議員を通算2期務めた。この間、普通院全権特派大使顧問となり、南洋、フィリピン、台湾方面の視察に派遣されている。戦後、日本進歩党に所属したが、公職追放となった。ありがとうございます。